バカ。あれ?さっきより柔らかくなってない?金属の疲労的なやつ?息もつづかなくなってきた。踏ん張り効いてないね。高度は踏ん張りいかん?高カヤラの単純なやつらって、得てして体力勝負なとこあるもんね。そういうの考えず突っ走るってさ。ねえ、君らは将来ヒーローになるんだろ?僕おかしいと思うんだよね。君みたいな単細胞がさ、学歴だけで、ちやほやされる世の中って、正しくないよね! やべ、生きが力が目かすんで歪んで、やべ、色消えろ、消えてて、だからガスの流れ方で挙動は全部筒抜けだって。動きだけ分かっても意味ねえんだろ。そんなしょぼいコペデットやガオされてもな、しょぼいかどうかは相方次第だ。おらー、ガスがパワー、なんでパワーしてんだ。あのペンバカ、お前だ。ガクラ、拳銃なんか持ってよ、そりゃ喧嘩に自信ないって言ってんのと同じだよ。こんな、何より幽霊の単細胞ってのはな、ガスが薄くなったせいで気づかなかった。普通もうダメだって思うようなことを。 一歩超えてくるんだよ。ガスが無酸してく。ガス使いか。ガスマスクしてりゃそら壊すわな、バカが。 俺らの合宿潰した罪、償ってもらうぜ、ガキンチョ。